えっと、あの非常にかんあの緊張しているのであの最初はちょっと調子が出ないと思うんですけどよろししくお願いします。す、えっと。立教大学の竹中千春です、えー、実は40年ぐらい前というかもうちょっと長くなるんですがここで勉強していたので、えっと、ここでお話しするのは初めてなんですけれどもとっても緊張しています。 いつもあの国際政治とかあるいはあのインド政治歴史を教えてるんですけれども今日は特に私がえずっと勉強してきましたマハトマ・ガンディについてお話ししたいと思います今日のテーマはえ昨年あの小さな本を岩波書店から出していただいたんですけれども「ガンディ平和を紡ぐ人」「ガンディ A man spinning p e a c e というお話をしたいと思います えー、インド大使ワルマ様そして、えー、ガンディの本当にグレッグランツさんの、えー、とクルカロニ様そしてまたあの熊本様 いろいろな方々がいらっしゃる前でお話しするのはとてもあの緊張しています。でもあの私の後にですね、箕輪先生がお話になるので専門家なのでインドの思想史の,あの間違ったら教えてくださるということなのであの安心して話したいと思っています。パンミーースジャズ。 So, I, I asked to distribute the English version of my speech. So, if you don't understand Japanese, please share uh, my uh, PowerPoint and also my uh, writings to understand what I'm going to say. So, today's talk is about uh, Gandhi, a man spinning piece. And I dedicate this speech to Mahatma Gandhi and also all the people who worked with Mahatma Gandhi in India, South Africa.

とても庶民的な人って言いましょうか、常に自分は一人の普通の人だという生き方をした人だと思っています。またそこにあのガンディーのま素晴らしさがあるのかなというふうに思っています。これはガンディーがま年取ったガンディーですけれども、そして人々に国民の父、まあ、インドの代表的な政治指導者と言われている時にでも毎日え糸を紡ぎだ。 でその糸を紡ぐことによってインドの独立諏訪弟子を実現するスワらジを実現するそれだけではなくて、まあ、平和な世界を実現するという大きな理想をまあ追求したというふうに思います。で私自身のあのののあガンディとの出会いは実は実のこの この建物だったんですね、えっと、1階であの国際政治という授業がありましてでその時に私の恩師になられた坂本義和先生日本で、まあ、戦後で平和研究ピース・スタディーズを始めた方の一人なんですけれども、まあ、その先生の国際政治の授業でいろいろなある意味では権力政治と言いましょうか戦争と平和といったような話をしている中でポロッと先生が、まあ、ガンディという名前を出されたんです。 で政治学の基礎っていうのはマクス・ウェーバーとかいろんな人がいますが国家は軍事力とか警察とか要するに暴力に基づいているだから国家が集まった国際政治国際社会っていうのもやっぱり暴力を使っているまあそういう中で平和を考えるんだ戦争を止めるんだという話をしていたわけですけれどもでもマハトマ・ガンディという人は暴力を使わないでアヒンサですね暴力を使わないで平和的にこの世界を変えることができるんだ ということをポロッとえー、そういう仕事をした人が20世紀にいたんだとそしてインドにいたんだということを話されましたでも僕はよくわからないっておっしゃったんですねあこんなに偉い先生がわからないことがあるのかと思ったんですけれどもまあ、その時からなんですけれどもガンディっていうのはどういう人だったんだろうそしてなんでインドという国でガンディという人が生まれてきたんだろうあるいは育ってきたんだろう そしてどうしてそれだけ多くの人が何百万も何千万もの人たちが非暴力の改革って言いましょうか独立運動というものにそういう高い理想に命をかけたんだろうしかも一瞬ではなくて何十年もとても私には奇跡的なことだと思いましたでそこには私自身の気持ちもありましたどううしてかっていうと まあ国際政治平和研究といったものを勉強しようと思った理由も私自身が第二次世界大戦後戦後日本のまあ戦争を知ららなないい子どもたたちの世代に属していたからなんです高度、まあ、成長があるしそして日本の外では朝鮮半島とかベトナムとかいろんなところで戦争してるんだけど日本はもう戦争しないもう核兵器にも反対する。 まあそういう国としてですね存在していたんですけれどもでも戦争を知らないまあ,ある意味ではぼんやりそった私のような世代が平和を守られるんだろうかあるいは平和をつくれるんだろうかもう二度と戦争しないということができるんだろうかっていうのは小学校とか中学校とか先生がいろんなことを言っていく中で私の中にどこか大きな問いとして残っていました。でですので 大学でいろんな勉強をしていた時に国際政治の授業でガンディンであったそしてガンディという人がこんなに奇跡をもたらしたとすればそこには何か謎があるのかなあるいは知恵があるのかなというふうに思いましたそしてえその謎を解くためになんですけれども、まあ、インドに行こうというふうに思いましたそして3年後にはなんです結構せっかちなんで。<laughs> 卒業してすぐ「えーまあ、インドやります」って言って「大学の先生たちは政治学でインド人としとはいないのでできないんじゃないの?」とかいろいろ言われたんですけど「就職先もないよ」とかいろいろ言われたんですけどもでもなんか謎を解きたいと思って就職とか考えてなかったで謎を解きたいと思ってそれであのインド大使館であの Government of India Scholarship というのがエンバシーであったのでもう1週間しか締め切れなかったんですけど出したら「 非常にあのラッキリーにというかですねあの幸運にも選んでもらいましてそれで1年間デリー大学で勉強することになりました、まあ、それが私とインドの出会いでございますでその当時はインドはあの何ですかね私から見るとですけど社会主義のインドでゆったりしていて古くて落ち着いているように見えましたガンディの国だと思って行ったんですけれどもでも どうもインドの社会には貧しさや暴力や差別もあるように見えましたでもとってもゆっくりしている社会に見えましたでも後から振り返ってみるとその頃から現在までのインドっていうのはものすごく大きな変動をしてきた国だというふうに思いますインドを作ったインド国民会議派の政権が倒れたのが1977年でそしてそこから2年間ジャナタパーティーと言いましたからあのジャナタ政党ですね ピープル政党と言ってもいいです民衆の政党がまあ政権を作ったでその後にもう一度インド国民会議派のインディラ・ガンディ政権が戻ってきたその時に私がデリー大学に行った時になりますですからインドのまあ民主主義もそして政治の仕組みもそして国家に対する問い直しもいろいろな形で始まっていた時に私は行ったのだと思いますでもこれはその時にはよく分かりませんでした 英語もできないしヒンディー語もできないしもう全然わからないで人に助けられて1年いたんですけれども、まあ、そういうインドですね私がお付き合いしてきたそこから40年以上経っていますが要するに植民地の後の農業社会から緑の革命そしてそのあとのです、ね、市場経済工業化そして現在のグローバルインドに至るまでインドはです、ね、実は民主主義の国としてそして分裂しないで一つの国民国家として変わりながらここまで来た。 まあそれはすごいことだというふうに思っていますでそのまあ秘密の一つはやはりガンディとそのガンディと一緒にさまざまな運動をして自分たちの国を作ろうとしたそういうインドの人たちの努力が昔のことではなくて連綿と今までですねいろいろな形で作り直されながら生きてきたからではないかというふうに思っていますこれはえ2009年の総選挙の時の写真なんですけれども貧しい農民 だと思われる女性がですね自分で一人で投票に来て投票したよっていうふうに言ってるこういうその民主主義の、ま、アドボカシーそしてまたこれはあの農村地域のですね NGO とそれからニューデリーの、ま、いわゆるスラムの再,再生スラムのところのまあ なんですけれども、まあ、両方とも女性が主体になって自分たちの貧困を克服するためにどうするか左側は日本の二羽、まあの平和財団から助成金をもらったものでダムを自分たちで作ったんですねすごいことですお金持ちのザミンダールとか地主が多い村にはダムがあるいは井戸があるんだけど自分たちの貧しい人たちの村にはないだから自分たちで作る左右側はですね、えー、職場で 暴力を受けたりあるいは賃金を踏み倒されたりしたら自分たちはどうしようっていうのをみんなで民主的にディスカッションしているスラムの人たちです勉強会をしているんですねでこういうふうに、まあ、ガンディの時代からまあ、その前からもあったと思うんですけれどもインドの人たちの自分たちの力で民主主義的に社会を変えていくしかも平和的に変えていくっていうことがまあ、現在の2019年のところのまグローバルインドまでつながってきているんだというふうに思っています でそういうい中でマ、まあ、マハトガンジュで私があの1980年にデリー大学に行った時そしてまたジャワハラルネル大学とかいろんな人とあの友達になったんですけれどもすごいがっかりしたことにガンディー <laughs> を勉強しようと思ってインドに行ったらガンディーは大学の先生や学生さんには批判されてる。<laughs> でどうしてかっていうと実は先ほど言ったあの政治の動きととっても結びついています。つまり自分たちの国はこれで良かったのか自分たちの政党はこれで良かったのかあるいはこういう間違った国にど誰がしたんだという時にガンディはインド国民会議派の、まあ、リーダーでしたから国家の側のリーダーだという側面を持っていたわけですね。ガンディは首相にも大統領にもなれなかったですけどガンディこそインドだ。だから インドの政治インドの独立国家を批判することはガンディを批判することにつながっていたわけです。でことに若いそのマルクス主義とかあるいはその社会主義革命とか考える人たちは要するにガンディが非暴力主義でそしてそれによって農民たちあるいは貧しい民衆たちが社会主義的な革命に立ち上がるのを防いでし,てしまった人だつまり毛沢東ではなかった。 あるいははレーニンではなかっただからガンディはインドの革命を封じた人だ、まあ、そういう批判もされていたわけですけれどもなんですけど面白いことになんですが先ほど言いましたように1970年代ぐらいから民衆の特にエリートではないつまり大学院とか大学に行く人たちではない村の人たちあるいは貧しい町の人たちがジャナタピープルということでまあ力をある意味で声を上げ始めた。 まあ、そういう中では、実はガンディはもう一度ヒーローとしてよみがえっていたのです。ジャナタのまあ、インディラガンディ政権に対する、まあ、民衆の動きの時に。 ジャプラカーシュナライアンという JP と呼ばれた人が北インドことにビハールでいろいろな活動をしましたけれどもその人はガンディの弟子として人々に信頼されたんですねですからガンディが死んで何十年も経っていたのに多くの人たちがインドを作り直そうとする時にもう一度しかも草根の人たちがガンディってマハトマということそしてジャープラカーシュナライアンという名前を使って自分たちの力を出そうとしたですから 大学院とか大学で偉い人たちがガンディーをとても批判しているときに普通の人たちの中でもう一度ガンディーを磨みがえる、まあ、それがちょうど私が留学した頃の出来事だったかなというふうに思っています。でそこから先なんですけど今度はですね少しお話の,あの資格を変えてガンディーという人はどういう人だったんだろうというのを、まあ、そのガンディはどういう人だったのその次はガンディはどう育ったのかを手短にいきたいと思います。 大学の授業って今100分あったりするんでもほっとくと100分しるんで短くしたいと思いますえっとまずガンディーっていうのはすごくマルチタスキングなマルチタレンテッドな人だったと言っていいと思います要するに歴史の教科書にはナショナリストのリーダーって出てくるんだけどでも。 スピリチュアルな要するに精神的なリーダーでもあったしそれからもちろんイギリス帰りのものすごくエリートの弁護士ロイヤーでもあったし国ここ法学部なんですけどロイヤーでもあったしそれから、えっと、新聞を出したり本を書いたりつまりジャーナリストや作家だったりもするでしかも、えっと、若い人たちを教える先生だったりするここに書いてないですけどすいません <laughs> それから社会改革をするソーシャルリフォームだったりローフリフォーマーだったりあるいはアシュラムっていう共同の暮らしの場を作ったり。 建建物を建てたりもすするわけですね畑を耕したりするヤギを飼ったりするんですねそれから今流に言うとこの辺が今一番あの注目されてますけれども市場経済というような経済の仕組みに変わるオルテナティブなエコノミーを考えた人でもあるしそれから自然との共存エコロジーを考えた人でもあるしあるいはジェンダーですね女性と男性みたいに二分割する社会じゃなくてどうやって社会を変えるかあれ自分を変えるかっていうのことをやった人でもある。 例えば糸を紡ぐっていうのは女性の仕事主にだったのにそれをみんなでやろうっていうふうにやったわけですで、ね、それがナショナリズムだよってですのでこういうものを全部合体してそれだけじゃなくてマハートマ <laughs> 要するに大いなる魂ですけど大聖人っていうか小大聖人日蓮聖人みたいな感じですけど、まあ、そういうマハートマーもはっきりと人生の後半何十年も演じ続けたんですねすごいことです。 どうしてかっていうとアシュラムに住んでるね24時間いろんな人と一緒に暮らしていますから寝る時も食べる時も全部一緒ですねそして外に出る時も全部みんなが見ているそういう中で常にマハートマ常にガンディーらしく生きるっていうのはこれは大変なことだと思います。 私もうちに帰るとゴロゴロしたりですねミステリー見たりいろんなことしてるんですけどここではそういうことは言わないんですけれどもガンディはもう24時間ガンディをやってたでしかも死ぬまでガンディやってたすごい人だと私は思っています。でそこからなんですけれども、まあ、いくつかガンディのクリエイティブなイノベーションを言います。一つがサティアグラ これはあの、まあ、市民不服地運動しかも非暴力のあひんさっていうふうにいわれますけどいろいろな要素をつけてつまり草の根の人たちがどうやって仲間を作ってコミュニティを作って要するにお互いに疑心参拒じゃなくて要するに一緒になってどうやったら弱い側でもさっきあの大使がですね弱い側の武器ではないって言われたんですけど弱い側なんだけれども今度は強い側に変わるつまり自分たちの方が道徳的にも目的としても合理的だし自分たちの方が要するに 正義を実現しているまあそういう運動をどうやってしかも武器を使わないで相手を傷つけないでできるかこれがサッティアグラハ市民不服従運動非暴力の運動ですでこのサッティアグラハは実はガンディはインドで最初にやったわけじゃなかったですね先ほどもお話になりましたが若い時はガンディは20年以上南アフリカにいたのインドにいなかった インド国民の父で心のふるさとみたいな人なんだけど実は南アフリカに22年もいたのでそこでサティアグラハをししましたそこで新聞も発行したりあるいはそれで大行進をしてまあイギリスの移民弾圧法をまあ変えさせる労働者インド人労働者が弾圧されてるのをこう変えさせる、まあ、そういう。 ま自分の国ならまだ家族もいるしいろいろなものがありますけれども言葉も違う遠くの南アフリカで弱い立場のインド人の移民の人たちしかも言語も宗教も民族も違ってバらバらその人たちを一つにまとめてその人たちをまとめることが言葉がインド人だったんですねベンガル人でもないしパンジャブ人でもないしイスラームでもないしヒンドム要するにインド人ここでまだからガンディはですね南アフリカで インドのナショナリズムを見出しそして作っていったということになります。もう一つ、まあインベンションとして、まあカーディありますね。カーディっていうのは、まあインド製のインド製の糸を自分たちで紡って自分たちがそれを織ったものを着ます。 でそれがほとんどは白いのですから、まあ、それを着てそしてガンディらしい帽子をかぶりますこれが実はガンディはですね南アフリカに22年まいましたから帰った1915年第一次世界大戦中に帰ってその後二2年ぐらいでこれをインベンションする作るんです。で当時のインドはですねもう19世紀の前半にインド人の,その職人が使っていたような糸車はもうなくなっていた。だい,たい木だしもうな,くなっていたどこにもない ですけどそれをどうやったらどこにあるのかどういうふうにあるのかってみんな貧しい農民とかいろんなその綿を使っているですねお布団とかにそういう職人とかいろんな人とやってアシュラムの人とかそして友達の大工さんのカレンバッハさんとかいろんな人と一緒にいろいろやって試行錯誤して作ったのがこのえっとシャクラっていうかその糸車ですねでもこれは面白いことに瞬く間に流行しました。すすごいですね 面面白白いいですよすよごく面白いこの白いのを着てしかもインド製のものをしてだからイギリスから独立するんだ。でこれをですね、えっと、すごく運動するんですけれどもこれは21年1921年の市民不服従運動の写真ですがもうみんな白いの着てますよね。 要するにこの時に全然違うの着てたらあの人ナショナリストじゃないってことになるからもうインドを思うならみんなこれ着るんだとみんな仲間だとだからこれは皆さんが運動する時に T シャツを着たりホワイトバンドをしたりするのと一緒ですねそういうことですガンディはとってもインベンションあるいはクリエイターだったというふうに思っていますでもう一つのソルトマーチこれもあまり時間がないんですけれどもこれもですけれどもガンディって 世の中がうまくいってる時にはあまりお呼びじゃないので <laughs> だからあのアシュラムに引っ込んでて具合悪いんですね大抵あのなんかあの世の中にお呼びじゃない時は大抵体調も悪くなっちゃうんですけどでもこの時はですね1929年の大恐慌があったんでインド中も経済的に苦しいんで 農民もも労働者も仕事がなない、いい、食べていけないどうう、しようみたいな年貢が高いもういろんな意味で困っていたでその時にガンディさんもう一回出てきてねって話になってでそして何、えっと、かしてくださいって決まったのが1929年つまり世界恐慌の後の12月の末で,でそれでこのソルトマーチっていう大行進をしたのが3月ですからガンディは3ヶ月しかなかった。 でしかもインド国民会議派のみんなは早く決めてくれないと何していいか分かんないしあの支部に連絡しないから早くしてくださいって言ってたわけですねだけどガンディはうーは「うんうん」って言って何をしていいか分かんないどうやったら一番いいインパクトがある一番いい運動しかも暴力が発生しないでできるのかってすごい考えてみんながタゴールとかも来てまだ考えつかないのかとかいろんなこと言うんだけど結局 1, 1ヶ月半ぐらいかかって2ヶ月って言ってもいいですが2月の中旬ぐらいになってよ「よしよしししようだ」 っって言ったんですねねソルトって、ね、要するに塩だ塩で行くってもうアイデアを決めてそこからは早かったんですけど、まあ、弟子を送ってフィールドワークをしてどこをそしてここの村には泊まれるか泊まれるか泊まれないかとかいろいろルートをやってそして最後に3月の初めに、えー、とアシュラムがあるところの川辺でですねみんなが夕べの集会でガンジーなんかすると思ってみんな来てるんで祈りの集会に来た時に。 ソルトマーチってやるぞってもうインド総督にも宣戦布告したやりますよっていうのをまあ発表するんですねだからこれってすごいイベントメーカーっていうかすごく上手なんです、ね、ごく上手でその時にちゃんとジャーナリストたち呼んで全部あのインド中に知らせるでその後にまに選んだボランティアをまあ79名連れてまあモデルモデル仕様の更新をして、まあ、それが3週間続いてそして4月の5日にダンディっていう海辺に着いた時にしかも 朝日の中でこのこれですけど塩をこうやるでこれをみんなジャーナリストが写真撮るそれがですからもうガンディっていうのはやっぱりイベントメーカーでもあるしパフォーマーでもあるっていうまあそういうまあすごい人だったというふうに思っています。 ですからなんでガンディ主義がこれだけ広がったのかいろんなことはありますが意味がある活動だったもちろんそうですけれどもやはり非常にクリエイティブなイノベーションを人間の、まあ、生きていくためのあるいは社会を一緒に動かしていくためのものすごく魅力的なクリエーションをした人だったというふうに言っていいと思います。で最後ですけれどどもそういういガンディどっから来たのか これはあのグジャラートです。今のモディ首相もグジャラートの出身なんですけれども、まあグジャラート、グジャラートから来た人です。ですので海辺の町のポールバンドルで育ちました。このアラビアのなんかラクダが歩いてそうなところ、ペルあのアラビア海に面しているようなところでございます。ですから宗教もイスラームとかいろんなものがブランキリスト教とかブレンドしているようなところで育ったんですね。で彼はそのこんな写真も残っている。まあ要するにお父さんもおじいさんもマハラジャの 最初だったんでまあ、豊かな家だったので江戸時代のまあ終わった後っていうか明治維新ぐらいに生まれた人ですけど1869年で写真が残っています5歳のガンディこんな感じですこんなお部屋ももらっていました右側ですけれどもでお父さんお母さんこんな感じでまあ育ちましたですので先ほどのさっきの問いに 戻ればガンディは別に戦乱の中で生まれて育ったわけじゃないそして貧しい極貧の中で育ったわけじゃないガンジーはビクトリア朝の大英帝国の安定の中でしかも豊かなうちでしかも大事に育てられた子供だったんですね。でその人が平和を作ろうとしたということここはとてもだ私にとっては面白い発見でした。で えっと学校を10代の時に行った学校はマハラジャのですねハイスクールでまあイギリス式の学校だったんですけれどもまあこんな感じですねですから英語勉強してました英語苦手だとか言った英語勉強要するに植民地のイギリスの人のようになりたいと思った10代だったわけです。でそしてその後ですねハイスクールを出てから3年間ですねロンドンに留学して実はあのインドの大学行ったら。 競争的すぎてダメだからもうやめるって言ってロンドンに行ったんですけれどもロンドンで3年間で勉強してこれは私費留学でしたからとっても大変なことだったんですけどイギリスの弁護士になって帰ってきましたでそこから先なんですけれどもイ,ンドイギリスの弁護士になって帰ってきたからじゃあインドでは絶対に成功するよねお金貸した人もお兄さんもみんな期待してたんですけどガンディなかなか仕事がうまくできなくてほとんど失業していてですので仕方なくですね そのあの2年後ぐらいにですね、南アフリカに出稼ぎに行きましたこれがさっき言った南アフリカのガンディの始まりでございますですから学生さんによく言うんですけど何があなたの人生を切り開くか分かりませんよインドで弁護士としてし成功してたら多分マハトマになってないんですでも南アフリカにインド人のエリートなんか誰もいないところに行ってそこでいろんな仕事をしたからガンディはマハトマになっていったんだというふうに思っていますこんな感じですね これはボーア戦争の写真だしそして右側はまあこんな感じのとっても西欧的なガンディだったんですけど、まあ、そういう中からいろんなことをしていく中で貧しい人たちと一緒に働いていく中でガンディはスワラジインドのナショナリズムっていうのを南アフリカで貧しい人たちと一緒に暮らす中でそして遠い移民の世界で頼りない移民の世界でその中で見出していくことになりました。 これはあの日本語にも訳されていますのでぞう,ぞう読んでください。岩波文庫にも入ってます。でまあ、そういう中でですので誰も他にイギリス仕込みの弁護士のインド人なんかいないっていう南アフリカだったのでだからなんですけどガンディはマルチタレントと何でもしなきゃいけないった何でもしなきゃいけなかった <laughs> で,ったでそれをまたできた人がガンディだったというふうに思っています。で最後なんですけれども、えー、と、 21世紀我々がさっきも大使も言われましたけどガンディどうやって私たちにこれだけのことを残してくれたマハトマガンディそしてガンディと一緒にいろいろなことを私たちに残してくれたインドの人たち南アフリカにいたインドの人たちまあ世界中の人たちまあそういう人たちから何を学ぶな学ぶかということですけれどもまあそういう題材はいっぱいあります。そういういいい中でややっっぱぱりり私が最後にに言いたいのはやっぱりグローバルにガンディアーナな だなあのインドの、まあ、古代の女子史にラーマーヤナっていうのがあります古代の理想の政治家ですね王子様のラーマの伝記人生の歩みですけれどもそれと同じようにガンディの歩みガンディの人生そしてガンディと共に歩んだインドの人たちの歴史もやっぱりガンディアーナなわけですねでそれはたくさんの本やたくさんのビデオや映画やいろんなものになっていますけれどもそこからたくさんのものを実は多くの人たちがもう 学学んできた学んででききたたました要するに先ほどもちょっと出ましたが超大国アメリカの民主主義と言ってるのに人権がないあるいは平等な権利がないそういうアフリカ系アメリカ人の人たちが公民権運動を起こした時にマルティン・ルーサー・キングはガンディガンディに学ぶガンディの言葉を引きました。そしてまたガンママルルティン・ンーサー・サキングを非常に尊敬するオバマ大統領は やっぱりガンディの言葉をよく聞きましたそしてオバマ大統領は日本にとっては初めて原爆が落ちた広島に自分で行ってくださった方ですそして核軍縮を唱えた人ですねですからガンディマルティン・ルーサー・キングオバマそして日本というのはつながっているんですが同じように南アフリカでアパルトヘイト撤退人種差別撤退をする運動の中でもガンディは繰り返し出てきました。でその中でで非暴力で変えようよう 暴力を使わないで武装勢力にならないで非暴力で変えようよ、まあ、そういう運動が展開してきたんですねでこれは現在ですけれども中東紛争の場所のパレスチナでもあるいはこれはタイですが世界中今展開しているクライマットチェンジそれの気候変動に対するまあ若者の行進でもまあガンディが惹かれるという市民服従運動が惹かれると、まあ、いうことになっていますこれは多分21世紀の我々の ガンディアーナななのかなといいう,うに思っていますでそれでこれちょっとだけ言えばさガンディっていう人はさ今さっきも言いましたように実はインドにずっとこもっていたんじゃなくてイギリスに行ったりそしてアラビア海とかですね地中海をかあるいはインド洋を越えてそして南アフリカ行ったり要するに世界を駆け巡った人です。ですすからやっぱりグローバルな要するに大使がい そのインクルーシブっていう言葉ですがインクルーシブなそしてリーダーを作っていくためにやっぱりグローバルないろんな違う世界で暮らしたりいろんな人といろんなことを一緒にしたりする人たちをやっぱり子供の時から若い時から育てなきゃいけないさっき素晴らしい踊りがありましたがやっぱりインドに何年間もいらっしゃってこれだけのことができるつまりやっぱりグローバルな人たちをどうやって私たちが育てていくかが大事な時代になっているのかなというふうに思っています。 で最後ですけれどもガンディですけれどもすごいこれは自信というよりもまあ一言で言おうと思ったんだと思うんす「マイ・ライフ・イズ・マイ・メッセージ」ってと言いましたけれども彼が最後の方で言ったことは決してインドの独立とか分離独立をガンディは喜んでいたわけじゃなかったんですけれどもやっぱり最後までですね人間性ヒューマニティっていうものを信じなさい人間っていうのは大きなものだインド洋のように大きなものだ。 だから人間性を信じましょうと繰り返しおそらく自分にもですが人々に説きましたそしてそこからですねもし我々が世界を平和にしたいなら子どもたちを育てようよ若者を育てようよということを言いましたですのでまあ2 0世紀のガンディ・アーナですけれども 今日本とインドの両国のグローバルパートナーシップというのは先ほどの JR 新幹線もう頑張って作ってほしいというふうに思っているんですけれどもそういう時代にやっぱりここは大学なんですが一緒に若者を育ててそして若者もたくさん今いるんですけど一緒にこの世界を変えていくような、まあ、そういうさまざまなパートナーシップを日本とインドがそしてそれ世界と一緒にできたらいいなというふうに思っています。 はいえっと、長くなってしまったんですがこれで私の,か私のマイ・ガンディマイ・インディアあのマイ・東大のお話を終わりますありがとうございます。